海南市立北の上小学校は、和歌山県海南市にある公立小学校。北の上村は、中央を川が横断しており、村の統一上、非常に不便であった。ゆえに、学校は、孟子、七山、別院の三校に分立しており、教育上、及び経済上多大なる不利があった。村民から合併の希望があったが、川西となる橋がなく、通学の不便と、 増水時の危険があることによって合併が難航していた。明治40年、小学校例改正に伴い、各小学校でも学級増加、校舎増築の必要に迫られることとなり、合併は急を要することとなった。翌年、村会において各小学校を止して小学校を1校設置すること。児童通学を安全にするため、村中央に橋を仮設すること。 学校の位置は、抽選により、下北に、本校、河南に分校を置き、本校の位置は、村両端より測量して中央にすることを決議する。本校分校教育目標子供像分校、教育位置目標に努力点申し尋常小学校は、和歌山県海南市にあった小学校。学生発布に伴い、申し村にあった寺小屋を前身として創立。 元は、千勝寺の下のところにあったが、荒井戸に移転した。申し村と高津村の子供たちが通った。七山神城小学校は、和歌山県海南市にあった、小学校。七三村、原野村の子供たちが通った。学級数探求。修行年数4カ年。授業料金5000であった。別院神城小学校は、和歌山県海南市にあった、小学校。 別院村にあった寺小屋を前身として、混合ペンデラケーに創立。別院村、野尻村、下津の村の生徒が通学した。ありがとうございます。